なぜだ。なぜ勝てん。人の強さを決めるのはフォルスや武器なんかじゃない。心の強さ、心の力だ。人の心を認めない。僕は絶対そんなものは認めないぞ。そこまでだ、ワルトゥ。これ以上お前と戦いたくない。この国を守るためにあなたたちを倒す。なぜだ。お前は分かっていたはずだ。ジルバに従うことが正しい道ではないと。陛下ご不在の今、この国を守っているのはジルバ様。ならばカレギアの誇り高き軍人としてそれに従うまで。それが正しい道ではないと知っていながら、あなたがあの事件の真実を語り、王の盾に戻ってくだされば、こんなことにはならなかったのに。なぜ汚名を注ぎ、我々と共に戦ってくださらなかったのです。この人は、友人は父の名誉を守るため、口を閉ざしていたんです。だから、ワルトゥ、お前のやり方は正しいとは言えない。だが俺もお前も気持ちは同じだ。この国を守りたいという気持ち、陛下を、そしてこの国の民を救いたいという気持ちは、ワルトゥ、俺たちと共に戦おう。その言葉が聞きたかった。裏切り者！ミリツァ！離せ、ヒルダ！もうやめて！いつまでも王の盾に縛られるのは。ミリツァ、私も今の世の中に私たちの居場所なんてどこにもないと思ってた。でも彼らが、私の仲間がその居場所を作ってくれた。居場所は私たちにだって作れる。私たちの後に生まれてくる子たちのために居場所を作ってあげることが私たちのすべきことじゃないの。ヒルダ、あんたの名前、古代カレギア語でなんて言うか知ってる？愛って意味よ。愛。それがあんたが生まれた理由。そう思わない？ワルトゥ、ミリッサを頼む。どこに行くんだ。僕にとどめを刺さないのか。お前を殺すためにここに来たわけじゃない。なんだよそれ。情けをかけてるつもりかい。殺せ。殺せよ。頑張って生きろよ。行こう。殺せって言ってるだろ、こんちくしょうが！トーマ。ジルバ様の命令なんだ。悪く思うなよ。用済みになったらぽいね。でも、それだけかい？そういうことだ。死ね、ヒューマン。ヒューマとガジュマの共存なんて夢物語だよね。楽しかったよ、トーマ。これは僕からのお礼さ。現実はこんなものさ、ベイグ。この最上階に王家ゆかりの聖女があります。おそらくそこにゲオルギアスが。ベイグ、どうしてサレたちを放っておいたの？なぜだろうな。情けじゃなくてあいつを手にかけたくない、そう思った。負の感情を持って人を殺せば結局サレやトーマのやっていることと変わらなくなる。お前はそれを本能的に悟っていたのかもしれんな。そうかもな。居場所か。どうしたんですか、ヒルダさん。ミリッツァは自分の居場所を見つけることができるかしら。できますよ、きっと。ヒルダさんがそうだったみたいに。もし見つからなかったらヒルダさんが一緒に探してあげたらどうですか。それも悪くないわね。俺のせいでワルトゥーには辛い思いをさせてしまった。でもワルトゥーとは分かり合えたんだもん、いいじゃない。ああ、そうだな。この戦いが終わったらゆっくり語り合いたいものだな。その時は僕も呼んでよね。とにかく急ぎましょう、ゲオルギアスの眠る場所へ。